い、皆さんこんにちは、ワンネルミルレジです。では今回は This is a Police 101日目プレイをしていきたいと思います。アート界の問題児ジムシグムンドハーマリングが自殺全然違うね問題児ジムシグムンドハーマリングが自殺、フリーバーグの子供を持つ親の 59% が体罰を認める。まあ、ちょっとね子供がいないんで何とも言えないな、欲しいんですけどね。ゴミ廃棄場で14世紀のワイン樽発見ということで、いつも通りメモ帳を確認していきましょう。ただより高いものはない。確かにね、そうですね。では今日も元気で出勤していきましょう。今日はシャローが、休暇、なんかね理由をちゃんと言ってくれればいいですよね。でニューベリーもまあいいでしょうと、もうおじいちゃんですからね。ゲイは二日酔いか、二日酔いだとね事故を起こしたりするんで休んでもらいましょう。警官は多めに用意してあるので、まあ、多少休まれても大丈夫。さてお菓子戦争何？ジャック、大口の取引があるビジネスパートナーに頼み事をされている。彼の妻がフリーバーグに製菓工場を開きたいと言っているそうだ。だが一つ問題がある。フリーバーグにある店はどこもクレメンタインバロウズの工場で作っている商品を使っていて、マーケットによその物が割り込む余地はない。正直俺は菓子なんてどうでもいい。だがビジネスパートナーの信頼を得たいのも確かだ。俺の部下が今日クレメンタインの工場に火をつける。邪魔が入らないようにしてくれるか。アーティカスか。もうアーティカスもろくなこと言ってこないな。窃盗の方は今日はアームストロング刑事が休みなんで、明日出動にしましょう。でイーボングレンはね死んじゃいましたもんね。お、警官を一人多く雇えるようになりましたね。誰を雇うかだけど、ここは大城健にしようかな。大城健、マッツァーキャシーでもいいけどね。唯一150っていう平均値を超えてるのは大城健だけなんで、大城健を雇いましょう。大城健をシフト A に投入しましょう。いやシフト B かな、シフト B に投入で、アティカスタワーの虐殺、武装した襲撃者がシーザス・ガバ・ユーという保険会社のオフィスに侵入し、中にいる全員に向かって発砲。全員か。秘書の一人が携帯を掴んで部屋に逃げ込み、警察に通報。秘書によると、その男は頻繁にオフィスに来ては、支払い金について担当者に文句を言っていたのだという。今日はついに正気を失ってしまったようだと。いや、もう発砲したらダメでしょう。じゃあ、ここはバーディーに、マリニアック。このバーディー、マリニアックはね、もう古参ですからね。で、スワットチームも一応出しましょう。おっと。この2人でもダメ。じゃあ成長してきたバンダル、最初5でしたからね。バンダルは職場に復帰させろって言ってきた時は5だったんでどうしようかと思いましたけど、今は105まで回復というかね、成長してきてますね。さ、児童の性的虐待、なんか性的、児童の性的虐待多いな最近。写真スタジオの従業員であるクラーク・ミッチェルは警察に通報し、顧客の一人が児童虐待に関わっているようだと話した。性的虐待ですからね。しかもここはその男は現像した写真データを数枚分持ち込んでおり、家族旅行の写真など特に問題のある写真はなかった。しかし最後のリールで裸の成人男性が13歳未満の女の子の隣に立っている写真が見つかった。この顧客はこの写真を削除するのを忘れたのだ。どうなんだろうな、これって親子だったりしません？可能性的に、まあ、一応ここは出しますけどね、経過に余裕があるんで。まあ、正直ね、僕ロリコンではないんで全く興味がないですね、そういうのには。1ミリも興味が湧かない。自殺予告ですね。歓楽街、エイリン・フレデッテは自殺の現場に出くわしたと怯えて電話してきた。彼女の顔は本当に悲しそうだった。その哀れで痛ましい姿を見たら涙が出てきたわ。
行き詰まったまま立ち直れないので早く助けてあげましょう。これもなんか怪しいよな。まあ一応レイグと日本テナットを出しましょう。この後でかい事件が起きたりするとね、一気に4人派遣とか5人派遣とかっていう依頼が来ると嫌ですよね。容疑者がフォトスタジオにいるドアに寄りかかりながら従業員たちに急ぐよう命令している。さあ行くぞ、外へ出るんだというか、男を逮捕するか、愚か者めまだ子供なんだぞというか、まあ、とりあえず外に出てもらいましょう。よかったね、ドレイクとシンプソン出しておいて正解でした。さあ今度は自動車強盗未遂。コンビニの店長がタバコを吸いに外に出るとフードをかぶった人物が素早く車に乗り込むところを見た。初めは不審に思わなかったが、その直後に車のアラームが鳴り響いた。いやこれ関係ないでしょう。よくあることだよね。無視しましょう。では自殺予告のですね。自殺予告は誤報だったか。通報者は初めてのプロのパントマイムのパフォーマンスを見て、女性が自殺未遂を図ろうとしていると勘違い。おっと、こっちが本物だったじゃないの。やっぱりだ、こっちが本物だったか。こっちにしようと思ったんだけど手遅れでしたね。そしたらクレメンタインパローズシュガードリーム菓子工場。ボイド少女、私は自分の工場が何よりも大切。どんなに貧乏な人にでも買えるキャンディーを街中で売るという、亡くなった夫の夢を叶えるのに何十年もかかりました。つまらない話でごめんなさい。ビジネスに長けているというあなたにビジネスの提案をしたいんです。私の工場を作ってくれたら毎日の売り上げの何パーセントかを差し上げます。いやーこれでかいな。どっちにする？結局火をつけるのか、ロンの言うことを聞くのか、それともこっちに行くのか。まあここはでもな、売り上げ欲しいもんな。こっちに行こう、目先の利益に。でエブリデイショッピングセンターの迷惑行為ですね。上品な女性が甲高い叫び声を上げ、そして大声でわめた。ケミカルウォッシュのジーンズを履いた変態男がその女性の目の前に座り、にやつきながら、糞便を食べ始めたの。マジで、うわちょっと怖いな。恐怖に怯えた女性は本当に気色悪かった。たくさんの人がいる目の前で子供もたくさんいたのにと興奮気味に話した。まあそれはそうだよね。ここはじゃあディークソンにホックスマン2人で行ってね。よし、あとは喧嘩騒ぎですね。葬儀の場にいた。これはなんて言うんだろう、墓穴人でいいのかな。嘆き悲しむ父親をしゃべりで攻撃した。危険な生っちゃうな、なまっちゃいますね。危険な眼差しで彼を睨んだからだという。まもなく喧嘩が勃発。いや結構さっきの3人工場に出したんで人がいなくなってきたな。レイグッドとホンテナットが戻ってきてくれたんで4人体制になったね。まあやっぱりね、6人から5人、まあ最低でも5人体制にはしときたいですよね。ジョージ、ありがとう。ボイド所長、おかげで工場は無事でしたということですね。ただ法律事務所の方で今度は殺人事件ですね。エミリオ・モンテス・メドラーノは妻とその両親を殺害した最重要容疑者だ。彼は仮釈放され、次の聴聞に備えて弁護人と答弁書について話し合っていた。話し合いは口論へと発展してしまい、しばらく怒鳴り合いが続いている。突然メドラーノ容疑者が会室から出ていくと銃を持って戻ってきて、いやよく銃を持ってたよね。弁護人の一人の頭を撃ち抜いた。殺人だ、完全だ。他の弁護人たちは行方にうずくもっている。秘書が警察に通報したが、その電話中に3階の銃声が鳴り響いた。いやこれはフロリドに、バーディー、さらにスワットチームも出しましょう。おっと、もう一人、じゃあここはホンテノットを出しますか。ホンテノットも行ってもらおう。デロン・アティカス、決別か。そうなんだよな、一体どういうつもりだってなるよね。まあしょうがないな、まあアティカスだからね、所詮。喧嘩騒ぎの方は逮捕してますね。
さて、サッカースタジアムの喧嘩騒ぎですね。来訪チームのサポーターたちがフリーバーグクズの街という挑発的な歌を歌いながらトウモロコシをピッチに投げ入れている。いや、なかなか面白い歌だ。フリーバーグクズの街という挑発的な歌を歌いながら、地元のサポーターたちは我慢できなくなりついに喧嘩になった。まあそれはそうだろうね。まあ僕はね、自分の地元を今住んでるところがクズの街だと言われたからといって激怒するつもりは全くないですけど、エビリオモンテスメドラーノ、これはあれですね、弁護人たちと揉めたって話ですね。手に銃を持ちながらドアにもたれながら会議室に立っている2人の男性を部屋の隅に押し入れると彼らに銃口を向けた。他の2人は床に横たわっているが、そのうちの1人は動いていない。もう1人は腹部を押さえて埋めている。会議室に静かに忍び込んで容疑者を確保するか、メドラーノさん奥さんからの電話が入っている、おごらなことはやめるよう言ってるぞというか、テーザー銃で男を撃つか。まあ男を銃で撃ちましょう。もう殺人してますからね、完全に。スワットチームも出していますし、さて、喧嘩騒ぎの方は大規模な暴動に発展する前に3人追加で送りましょう。もう22時だからね、この時点で何か新しい大きな事件はないでしょう。虐殺森、10人の生徒がキャンプをするため森の中へ入っていた。テントを設置して火を起こし酒を飲んで歌を歌った。真夜中、頭から袋をかぶった大柄の男が突然襲撃してきて斧を振りました。一人の少女が逃げ出し、通りかかった車を呼び止めて警察に通報するよう依頼した。他の生徒たちの安否はまだ不明。いやー、危険だな。これはフロリダにマリニアックに、さらにディクソン、この3人を送りましょう。精鋭ですからね、まだフリーバーグ警察署の精鋭3人。一応送っときますか。肝試しだったとかそういうオチかなと思ったんですけどね、全然違いました。一応ね、部下が対応が終わるまでは待ちましょうというね、真面目な警察署長を演じましょう。さあ OK かな、大丈夫ですね。犯人逮捕というところで、101日目、プレーの方終了しました。いかがでしたでしょうか。次回はね、この続きをプレイしていきたいと思います。102日目になりますね。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。